表は無事みたいです。もうすぐで外部です。ここからは走ってください。ルート上にはラプチャーがたくさんいます。気をつけてください。了解、指揮官様。走るよ。このしっかりしてよ。ぼんやりして私たち全員死なせるつもり？ラピはまだ死んでない。頭さえ持っていけばなんとかなるよ。行こう、早く。わかった。師匠、これを持っててくれませんか？私たちが持っていると戦闘に支障をきたすので、よろしくお願いします。指揮官、ご命令を。君は追放処分とする。君に下した命令は発電所の調査だった。発電所を壊せとは命令していない。光線の影響で発電所内部が連鎖爆発を起こして大破し、保管されていた資材と施設が粉々になったのだよ。2ヶ月分だ。2ヶ月もアークを食べさせられる資源、君とニケたちが吹き飛ばしたんだ。言い訳があるかね？いや、ない。君にできる言い訳はない。君と君が指揮した分隊は今日付でアークから追放、全焼基地への配属が決まった。不毛の地だ。人もいないし、施設もない。ああ、そんなに心配することはない。最低限の資源くらいはある。護衛もつけてあげよう。恒星間送りじゃないことに感謝するべきですよ。修理中だ。終わり次第上がらせよう。では荷物をまとめてすぐ動きたまえ。発電所での光線データは？分析はすでに終わった。言ってみなさい。実戦に強いタイプというには異質すぎる。圧倒的だ。発電所内部のラプチャーたちのスペックは既存のラプチャーと次元が違う。それを突き放し脱出にまで成功したとは。何かあるに違いない。今は見当もつかないが、調べてみる価値は十分だ。まあ、そのための全焼基地行きなのだがな。偉大なる中央政府の目を避けるにはこれ以上の場所はない。もう一つ、人間の機械をコントロールしたラプチャーのことか。進化していると思うのが妥当だろう。果たして目的は？そうだな、どうせどっちかだろう。人類を抹殺するか、人類に変わるか。
ご命令はございませんか。私たちはどのような存在でしょうか。